もやし焼きみたいな超簡単メニューです。キャベツ焼きとかね。ババッとババご飯。えのきのカリカリ焼き、材料はこちら。えのき1パック、にんにくチューブ2センチ、醤油大さじ2分の1、片栗粉大さじ2、オリーブオイル大さじ2、溶けるタイプのチーズ 20g、黒胡椒適量。じゃあまずはえのきを切っていきます。えのきは最大限に使いたい場合は石突きの方から切っていきます。で、そうするとどこまでが食べられる部分か分かりやすいので、この辺ですね。この辺までギリギリまで。こんな色が変わってても、あの菌床のおがくずの部分がついてなければ食べれますんで、このぐらいまで。じゃあこれはもう手で裂いていきます。で、なるべくこう一口サイズというか、根元残ってるのでバラバラになりにくいので、まあこんな感じに裂いていきます。じゃあこれポリ袋に入れて味をつけていきます。はい、じゃあこちらににんにくチューブ1センチぐらいですかね、2センチぐらいいっときましょうかね。はい、それはさ、袋でやる理由は何かあるんですか？まんべんなく味をつけたいんですけど、なんかキノコなんで、まあまんべんなく味付けづらいと思うんで、こちらでも簡単に味をつけてしまいます。で、お醤油入れます。で、これでシャカシャカ混ぜます。はい、結構まんべんなく粉をまとわせます。はい、色がつきましたね。で、こちらに片栗粉を入れます。片栗粉大さじ2入れます。はい、こんな感じに、こんな感じに粉がついてるの分かりますかね、まんべんなく。で、こちらを焼いていきます。冷たいフライパンの上に置いていきます。カリカリにしたいので、なるべく広げてね、焼いていただけると。で、こうちょっと広げていただいて、で、これ熱いフライパンにやるとこの時間なくなっちゃうので、冷たいところからやってください。ここで火をつけます。で、中火ぐらいですね、これも。で、ここにオリーブオイルを上にかけるぐらいで、で、ピュアオリーブオイルがいいかもしれないですね、この加熱用はね。ちなみにえのきはこの状態までやっといて、冷凍して焼いてもいいですし、まあえのき自体は本当に冷凍するとうまみ成分が出やすくなるしアップするので、安い時に買っといて、こういう下ごしらえまでして冷凍したりとか、あとはみじん切りにしといて冷凍して味噌汁にパッと入れたりとかしても、お出汁にもなるし美味しいので、ぜひ。きのこは冷凍しても食感が変わらないので。で、これは蓋をせずに水分をちょっと出しながら焼いていきます。こんな感じにもうすぐいい焼き目がついてきますんで。で、これはもうフライパンがちょっと特殊なので、焼き目がつきやすいところはこう いろいろ移動しながら。で、これカリカリにならないという方は中弱火ぐらいでゆっくりやればカリカリになりますんで、必ず。慌てて強火でやっちゃうと。そうですね、きのこはもうほぼ水分なので焦げづらいんですけども、味をつけてるので焦げやすいので、弱火でやってもらった方がいいと思います。結構出てきますね、水分も。で、焼くと最後の方に油も出てきますんで、結構えのきのカリカリ焼きが焼けてきております。もうこれなんか完全にカリカリですね、ほら。本当だ、えのきからこんな音しないですよ、なかなか。このぐらいカリカリになるまで焼けば OK ですね。
カリカリが本当好きな方は両面やってもいいですけど、片面だけでも十分美味しいので。じゃあこちらはもうこれで完成ですね。こちら溶けるチーズを入れてえのきに旨味をプラスしたいと思います。じゃあちょっと軽く焼けたえのきの上からチーズを塗っていきます。これもあのチーズから出た油をちょっとえのきに吸わせて美味しくさせたいと思います。でもチーズが焦げないように焼いていきます。これはもうチーズが結構すぐカリッとなってくれるので比較的短時間でカリッとなると思います。さあチーズの方も焼き上がりましたんで、こちらでえのきのカリカリ焼き完成しました。2種です。それではいただきたいと思います。